スザンヌ・プレシットはアメリカ合衆国ニューヨークシブルックリンク出身の女優である。1969年1937年、ユダヤ系の両親のもとニューヨークシブルックリンに誕生した。父親はブルックリンのパラマウントシアターの舞台主任であり、母親はジェラルディン・リバーという芸名のダンサーであった。シラキウス大学で短期間学んだ後、フィンチカレッジでも学んだ。 1950年代後半に舞台女優としてデビューし、1958年のヘレン・ケラーの人生を扱った奇跡の人でアン・サリーバンを演じて注目を集める。当時の評論家は、彼女の漆黒の髪と灰がかった青色の美しい目は霊賞的な気品を持ち、低い声質は情熱的な響きを持っていると絶賛した。映画界に、 デビュー当時、エリザベス・テイラーを彷彿とさせる美貌に恵まれ、舞台女優としても成功していたために将来を、嘱望されたが、現実にはそれほど震わずに終わった。映画界にデビューした後、1962年に、恋愛戦火で、トロイド・ナヒューと共演。1964年には結婚し、当時話題をさらったが数ヶ月後に離婚する。1963年に、 ヒッチコック監督の鳥で死亡する設定の女教師役を演じ、後にはテレビ映画やテレビドラマリーズにも進出。1960年代後半からは主役級の仕事からは遠ざかり、脇役や早くを演じることが増えるが、それでも死の直前まで映画界において性格俳優、助演俳優として出演を続けた。2000年には日本映画、 千と千尋の神隠しの英語版で、湯婆婆、千、バー役の声優を務めた。2006年8月から肺がんを患い、化学療法を行っていたが2008年1月に、呼吸器不全で死去した。ありがとうございます。